会時にお参りします。テレビ塔がある大茶臼山です。広島の町や海が見えます。二の島です。宇品港の方です。プリンスホテルが見えます。ブッシャリ島に入りましょう。ブッシャリ島からの景色です。広島のデルタ地帯、黄金山です。右奥が江家山。広島市役所と NTT ビル、肘山、金輪島、宇品島と宇品港、今日は曇っています。二の島の秋の小富士、江波皿山、豊臣秀吉公遺髪の墓です。赤城市追遠塔、大石家墓所です。大茶臼山、小茶臼山、奥に移動しました。少し霧雨です。14時3分上に鉄塔が見えます。すぐに道がなくなったからやめましょう。戻ります。大茶臼山登山口は通れるようになっています。小井峠です。峠を少し下ります。100メートルは下りました。登山口です。2回目ですが変わってるでしょうか。樹林帯になりました。尾根道登ると暑いです。ブヨがいます。14時25分国体寺橋から見えていた鉄塔です。国体寺と書いてあります。これが国体寺の直接の道でしょう。次の鉄塔を通過します。先にも見えます。これは綺麗な道です。下山こっち下ってみましょうか。3つ目の鉄塔です。雨が降ります。
元の町です。新しい団地 G アウトレットの方です。雲の中に入りました。14時43分この上ですね。明るいピークです。45分に登頂。柚木城山339メートル。雲に囲まれています。反対に降りました。戻ります。空の絵の下山道アウトレットに通じています。ここに分岐があります。もみじが丘20分行ってみましょうか。踏み跡わかります。まだ蝉が鳴いてます。木を掴んだら水滴が落ちてきます。蜘蛛の巣が多いです。霧っぽい景色です。教会沿い鉄塔が見えます。電波塔でした。最後は木道です。家が見えるけど草ぼうぼう。木道あるけどこれ草ぼうぼう。やっぱり崖沿いですね。なんとか出られてホッとしています。15時10分山を振り返っています。小井上2丁目です。駅に下りましょう。あの階段を下りましょう。フレスタ前に降りてきました。15時36分西広島駅です。